こんにちは、ベベインポートのラナです。今回は皆さんにベベの展示場3部屋をご紹介したいと思います。はい、ということで今まではこのお部屋が一番、これまでの YouTube をたくさん見ていただいている方は馴染みがあるお部屋かなと思うんですけれども、今回ね、あと2部屋撮影場が完成して、本当にその撮影場の雰囲気に合わせてお部屋のイメージとか家具のテイストだったりもガラッて変えてるので、その印象だったりだとかルームツアーみたいな感じで皆さんにこの動画を楽しんでいただけたらなと思います。動画に入る前に、もしよかったらベベのインスタグラムと LINE 公式アカウントを登録してみてください。チャンネル登録もぜひ、もう今年中に1000人行きたいなって思ってるので、ぜひ今押してみてください。はい、それでは早速撮影所ツアーを行っていきたいと思います。レッツゴということで、まずはじめにこの皆さんのよくご覧になったことがあるであろうお部屋から紹介していきたいと思います。ここはマリー・アントワネットの世界を再現しているお部屋になります。でやっぱり私もここで撮影をしている時が一番、なんて言うんだろう、乙女心を本当にくすぐるじゃないですけど、いるだけで幸せな気持ちになるし、可愛いに包まれた空間になるので、私は本当にお姫様だって思える、そんな空間です。まずソファーとか、なんかリビングのイメージだったりとかね、ゆっくりできるところ、そして寝室だったりは一番心も体も休ませるところなので、こういう風にお家の中でぐらいはやっぱり本当にもうお姫様の気持ちでいいと思うし、こういう風なお部屋で皆さんがときめいて楽しいなって思える瞬間が多くなると本当にいいなと思います。もう最大限にね、自分が好きなように、自分のなりたい生活のスタイルというか、そういうのを演出してもらうと、ライフチェンジングじゃないけど人生が変わる、そんなお会いになっていただけると思います。心を込めて、力を込めて作ってるシリーズになるので、楽しんでいただけたらなと思います。以上です。次はこちら、イタリア製のサルタレリシリーズをメインとしたお部屋になっています。本当に白家具好きの方に楽しんでいただけるようなお部屋の作りになっているので、ぜひご覧いただきたいです。ベベの中でも本当にナンバーワンって言っていいほど、こうエレガントで女性らしさもありつつ、かっこよさもあるサルタレリシリーズのホワイトの家具になるんですけど、やっぱりここで撮影しているとこうやってなんか口調だったりも少しちょっとおしとやかで、クラシックのなんかエレガントな感じでお話できるように頑張ろうって気持ちになります。このお部屋は先ほども言ったように白家具好きの方には本当に楽しんでいただきたいし、この空間に来ていただくだけで見てもらってるだけで、このときめき感というか心の高揚みたいなのがお伝えできるんじゃないかなと思います。基本的にネットで皆さんにこうやって家具だったり雑貨だったりをご覧いただいているので、こういう雰囲気でね撮影をしたら、まあ、よりその空間のイメージであったりだとか、洗練されたデザインだったり、このコーディネートをより楽しんでいただけるかなと思って、こういう風に今回撮影所を増やして皆さんにご紹介しています。このシリーズはサルタレッリっていうシリーズになるんですけど、ベベがオリジナルでデザインを施した本当にとびっきりのシリーズになるので、ベベでしか味わえない、そんなサルタレッリの本当に特別なシリーズになります。他の人と被るとかそういうのもなく、自分だけのオリジナル感を空間で、そして家具で楽しんでいただけるので、本当にご覧いただきたいです。はい、最後はこちら、クラシックでかっこよさのあるお部屋になります。今まではなかったこういうクラシックな
テイストに合う壁紙を、もう壁紙からこだわり抜いて作ったお部屋です。このクラシックなね、茶家具の雰囲気っていうのを今まで以上にさらに楽しんでいただけると思います。この部屋のポイントは、実はこの壁紙は私と、まあ、社長と相談しながら選んだ壁紙になるんですけど、今まではやっぱり撮影とかもね、やっぱり白家具が多かったりとか、まあ、茶家具もたくさんあるんですけど、やっぱりね、茶家具の良さっていうのもさらにどんどん伝えていきたいなと思って、そうなった時に空間で小さなところからこだわって作りたいなと思って作ったお部屋です。この壁紙を選んだのも結構前なんですよね。でやっとこのお部屋が再現できて、皆さんにこうやってお見せすることができて本当に嬉しいです。私はどちらかというと白家具を動画内でもおすすめすることが多いんですけど、この茶家具の包まれたこの安心感とか、やっぱりかっこいい、心の底からかっこいいって思うし、また白家具のお部屋にいる私と違う人間というかなような気がして、すごいね、なんか楽しいです。なのでやっぱりあの皆さんもお部屋とかでコーディネートを変えられてたりするところもあるかなと思うんですけど、そうやってね、白家具と茶家具とそのお部屋だったり雰囲気に合わせてコーディネートしながら、より楽しい大好きな空間を作っていただけたらなと思います。これはね、前にちょこっと紹介したことがあるドイツ製の本革を使ったマンチェスターシリーズっていうソファーなんですけど、これもすっごいこだわりが詰まった家具で、色味とかもこれがバーガンディになるんですけど、こっちがグリーンですね。クラシックの代表作みたいな感じのソファーです。こっちは 3P、 本当に重厚感がすごいあります。このお部屋はすごい楽しいんですよ。壁紙とかもほら見て、お猿さんここは皆さんご覧いただいたことがあるであろう王様の、あ、女王様の椅子です。私家に欲しいなと思ってるんですけど、ちょっとスペースをどうにかして開けて入れたいなと思ってます。かっこいいですよねあとダイニングとかもやっぱ茶色だから、こういう深い色味とかが映えて、こういう空間もすごい楽しんでいただけると思います。バイバイはい、ということでいかがでしたでしょうか。こういう風にね、3部屋全然違うテイストで、茶家具、白家具、クラシック調、ロココ調、アンティーク調で、こういう風にね、いろいろたくさん楽しんでいただけたかなと思います。これからはね、このお部屋を使いながら、こういう撮影を使いながら、より皆さんに家具のイメージとか、こうときめき感とか、まあ、素敵な印象とかイメージをお伝えできるように YouTube だったり、まあ、写真だったり撮影していくので、これからも楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで最後までご覧くださってありがとうございました。 Instagram、Twitter、オンラインストアの URL は概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンもぜひ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 よろしくお願いします。それではまた来週水曜日夜7時の動画でお会いしましょう。バイバイ。